こんにちは、フランス在住の沢子です。先日初めて納豆を手作りしてみました。まだまだ納豆作り初心者なので、やり方をちゃんと紹介できるレベルではないのですが、以前コメントで手作り納豆について皆さんからいろいろと教えていただいたので、納豆作りに挑戦できたことをご報告したいなと思ってこの動画を撮ってみました。よかったら最後までご覧ください。では早速納豆作りを始めます。豆はオーガニックショップで買った乾燥大豆を使用しました。水でよく洗ってから一晩水につけます。この大豆、もともと半分に割れてしまっていたり、皮が取れかかっているものもあったので、水につけることでさらに皮が剥がれて浮いてきてしまったんですが、そういった皮はできるだけきれいに取り除きました。納豆を一晩水につけた後、納豆を茹でるもしくは蒸していきます。うちに圧力鍋がないので、この普通の鍋に中に蒸し器を入れて蒸しました。大豆を蒸している間に、今回使うものを熱湯で除菌しておきます。豆が指で簡単に潰せるぐらいになったので、ここでいよいよ発酵のステップへ進みます。今回発酵させるのに、うちにあったこの保冷バッグを使ってみることにしました。中には熱湯を入れた湯たんぽとガラス瓶を入れて温度を保つようにします。納豆を蒸し終える直前に、市販の納豆から納豆菌を取り出しておきます。この白く濁ってくるものが納豆菌だそうです。これを蒸し終えた後の大豆の上にかけて混ぜるんですが、この時大豆の温度が下がってしまうと良くないとのことなので、手早く作業をした方がいいそうです。初めて作る納豆だったので、この作業なんだかとても焦りました。納豆菌を混ぜた後に大豆の上をこうしてカバーする方法が、調べてみるといろいろなやり方があるようなんですが、今回はサランラップの上に細かく穴を開けてカバーするという方法をやってみました。納豆を発酵させるには空気が必要ということなので、こうして穴を開けて空気の通り道を作ります。先ほどの保冷バッグに豆を入れて、ここから発酵をスタートさせます。匂い嗅ぐ？どう？すごいね。カメラだとちょっとわからないかもしれないんですけど、豆の全体にこううっすらと白い膜というか、そういうのが張っていて、粘りも出ているのと、豆も色が濃くなってきているので、ちょっと初めてなので何が最適かわからないんですが、これで発酵を終わりにしてみようかなと思います。ということで、これらは一旦冷蔵庫に入れて1日から2日寝かせたいと思います。納豆を発酵させてから冷蔵庫の中で2日弱寝かせて、こう熟成させたものになります。こんな感じでちょっと今混ぜちゃったので、もう粘りがかなり出てるんですけど、すごいですね、ちゃんと納豆になりました。
初めてだったので発酵させるのにあの温度30度から40度の温度をずっと保つっていうのがうまくできるかちょっと心配だったんですけど、やってみたら意外とあの湯たんぽのお湯とあともう一個入れていたガラス瓶のお湯を私は4時間ぐらいおきに変えて、で夜は6時間ぐらい空いちゃったりもしたんですけど、でもあの大丈夫でしたね。ちゃんとなりました。あの前の動画の時に納豆が高いっていうことを動画内で言ったら、あの皆さんがコメントでたくさん納豆の作り方とかを教えてくださって、でそれを見てやってみようっていう気になって、あの無事に作ることができたので本当に教えていただいてありがとうございました。これからはあの納豆に困らずに暮らすことができそうで、私のフランス生活のレベルがちょっとアップしたんじゃないかなと思います。でちなみにまだあのエルワン夫はあの昨日まで出張に行っていて、私がこう家で納豆を発酵させて作っていたことを知らないんですね。なので早速味見をしてもらって感想を聞いてみようと思います。エルワンは今日は休みを取ってなんか上でガサガサとやっているみたいなんですよね。おー、新しいドラムを買ったみたいで、なんかそれを嬉しそうに。でも、はい。でも。メサラビア。はい。はい。ねえね。チフィア、納豆、モメン、ボノトンデプラスモ。え？食べる？今？はい。あ、食べ？はい。おい。おいしいよ。C'est vraiment 納豆、c'est pas, c'est comme si on a acheté.C'est la même odeur, mais 100%. C'est すごいね。ネマネマもするでしょ。ね。そう、味がさ、私もね、まだあんまりちゃんと食べてないんだよね。すごいね。ね。On expliquera exactement comment t'as fait. D'abord, on a acheté un paquet de soja à la bio-shop. Puis, j'ai mis ça dans l'eau.Pendant une nuit. Ok. Et après, tu les ai cuits à la vapeur pendant. C'était assez long quand même, 5 heures. Et puis j'ai fait la fermentation dans un sac pour garder la chaleur. Mais t'as mis une bactérie ou quelque chose ? J'ai mis natto qu'on a acheté. Ah, un petit peu, ah, ouais. Ok, d'accord. Ouais, natto avec l'eau chaude, je mélange. Comme ça, on pouvait avoir la bactérie de natto. Natto の硬さとかはね、どうなっているかちょっと。わかんない。その納豆の硬さはあの茹でるとき、うん、豆を茹でるときとか蒸すとき次第なんだよね。どう？納豆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 だけ。C'est long en tout, mais tu fais pas grand chose, c'est ça? うん。Donc je travaille à côté. Il y a plein de commentaires avec d'autres recettes. うん。ハーブを使ったり、あとそのヨーグルトメーカーを使うと。やりやすいっていうのも結構教えてくれたんだけど、ヨーグルトメーカーがなかったから、とりあえずうちにある保冷バッグで挑戦してみようっていうことで、うん、そうで、それがうまくいかなかったら他のやり方を検討しようと思ったんだけど、でもなんか大丈夫だった。まあ、ありがとう。実はこの後さらに2回ほど納豆作りをしたんですが、1回目ほどはうまくはいかなくて、発酵の時に出るアンモニア臭が少し強かったり、あとは納豆の匂いがしっかりしたので発酵を切り上げたらまだ実は発酵が足りなかったりということがありました。ただどちらの場合も冷蔵庫で1日2日寝かせれば味や粘りの違いは多少はあったんですが、ちゃんと納豆として美味しくいただくことができて、大きな失敗というふうにはならなかったです。でも回数を重ねるごとに自分なりにベストなやり方が見つけられそうだなとは思いました。前回の動画でいただいたコメントにまたお答えをしようと思うんですが、娘さんがハマっているおもちゃなどが知りたいです。日本みたいにキャラクターものはあるのでしょうか、フランスのおもちゃに興味津々ですということで、コメントいただきました。ありがとうございます。娘がハマっているおもちゃは今はシルバニアシルバニアだよね。そう、でもこれはだから日本と同じかなと思います。フランスっぽいおもちゃってあるのかな。フランスの V テックだっけ、
VTEC っていうあのおもちゃメーカーがあって、うん、それもね娘はすごく好きなんですけど、でも物としてはこう車とか日本と同じかな。でフランスにキャラクターものはあるのでしょうかということで、あるけどなんか日本みたいな、なんかアンパンマンとかそのキティちゃんみたいにすごく可愛いっていうものはあんまりないよね。いや、pas vraiment non. Ou alors ça vient toujours de l'étranger. Ça vient toujours des autres pays. Peppa Pig とかは？ Ouais, voilà, les trucs comme Peppa Pig, tout ça, c'est pas, je crois pas en tout cas que ce soit français. 本当？Peut-être il y a le lapin là. Ah, Simon. Simon. Simon, とか。Bon, c'est pas non plus, tu vois, tu vois pas partout. Il y a beaucoup moins de personnification. Il y a pas de mascotte. C'est genre chaque ville a une mascotte, etc. Il y a pas du tout tout ça. Donc on a beaucoup moins la culture d'avoir bah, des petits personnages kawaii. ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。